お疲れ様です。お疲れ様です。何ですかその T シャツ。いや、さっき履いたブランドです。ちょっと知らんの。いや知らん、初。その辺でも見える。昨日と一昨日ぐらいに販売されたブランド。今日はなんでそんな T シャツを着てらっしゃるんですか。知らない、気をつけて。命令命令。そうね、誕生日会サプライズということで今から突入しますので、このままじゃあ3階に上がって突撃しましょう。もう先に入ってるんでしょ。そう、社長はもういる。でも主役ももう中に入ってます。何が欲しいでしょ。あれ、チェアチェアって乗ってんだ。今俺、じゃあ着てこうか。食べてよ、俺。一人お前の T シャツなんか着ないよ。誕生祭のめっちゃ喧嘩ですよ。流行りのブランドらしいですよ、これ。流行りのブランド。しかもこれ彼女の創業者でしょ。すごい。そうなんです。流れ方どうぞ。今日誕生日会俺話してねえよ。本当に俺、お客さんの。ケイさんにやっとる。すごいね、これ。あ、そうか、字がね、書道家だもんね。書道家。あ、これ一瞬で書いてすげえ。わ、すごい。これはすごいわ。これも書いてよ、これ。眼鏡下垂おめでとう。眼鏡下垂失敗おめでとう。眼鏡下垂失敗。ありがとうございます。うわ、ね、誕生日なんだよ。いいなお前。ね、いいなお前。こんな王冠まであって。めっちゃいいよ。かわいい。メガネです。声がいじめられっ子みたいな。いじめられっ子みたいな。ちょっと。いや絶対でしょ。うわ、あ、もう俺はやっぱ彼女がやらな。俺がちょっとしゃしゃったよ。写真撮りたいな、インスタあげたいな。まあ、いや、いやでやつ使えインスタあげたいな、これな。これは幸せだわ。みみちゃん、開会挨拶ってあるの。開会挨拶。そうそう、なんか誕生日会。開会、開会。今日は皆様、寺道まさきのために集まっていただきありがとうございます。うわー、いいなー。いいよ、俺、本当にね。大好きなんだな。今からスタートでーす。もうそういうのにルッツくんはもうジジイってことだ。どうはでしょ、俺結構若い時から。感動しました。10時間乾杯挨拶お願いします。あ、なんかちょっと一言お願いします。俺一番長いでしょ。お前何歳かしら。30歳って節目だよな。30歳。お前の30歳別に祝ってもなんでもないんだけど。誕生日すら知らない社員みたいな。俺そういうの苦手なんだよな、俺本当に。社員の誕生日をなんかいかんけどね、社員の誕生日を覚えなあかんけど。日数多すぎるかと思って。なんかさ、そういうのって大事じゃん。俺も自分が家も実家もそういうのなかったから、誕生日のお祝いとか。まあケンタッキーぐらい食わしまいだけど。ケンタッキーよくあるし。ゆうじくんお願いします。俺グッてくるやつ言ってよ。グッてくるやつ。もう多分泣きたくてしょうがないらしい。数字取れるでね。そういうの数字取れるでね。全然可愛いですけど。全然。でも長かったんでいろいろあるんじゃない。こうやって一人で独立していろんな思いとかなんかあるんちゃう。俺はそんな感じで喋って、なんか誕生日おめでとうっていうよりは気分も合ってるんでね、僕。こういう時、まあ、俺なんか別に、はい、俺は独立してやっぱ良かったなっていうのは一つあるんで、それどう思う、お前はじゃあ独立して、まあ1年や、まあ約1年だよね。今30歳の節目に迎えて、はい、頑張ってねっていう感じ。何とか買っとるわ、ね、ちょっと冷めてます。冷めてるわ、冷めてるわ。逆に違いなんか一言言うんじゃない、みんなに。はい、いろんな思い。そうですね、うん、まあなんか初めてなんで逆に、うん、こんなにね、その彼女がいなかったからずっと、うん、
彼女がいなかったからこれで俺にまで来るから、そんなことないから何でお前俺にも彼女いなかったから何でお前俺とケンちゃんに上から目線でちょっと上からこうやってきてお前マジしまるぞお前マジしまるするぞお前誕生日に、うん、まあでもそうですね、なかったんで逆にこうやって集まってもらえて、うん、嬉しい限りでございます。はい、誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。乾杯しないな。乾杯しましょう。おめでとうございます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 。ありがとうございます。うまいですか？うまい。ちょっと。うまかった。ちゃうまいっす。え、行ったら？ここも行ったら？本当に。みんなでこれやれよ。コンペやる。ひたすら。ひたすら。おかめもうまかった。親がやってたんで。打ちっぱなしとかよく言ってました。うん、やるとうまかった。いや、ゴルフのこと、お金かかる。めっちゃお金かかる。お金かかるって言いません。ウェア、もう時代が違うもん。平日だったら1000円とか6000円だよ。安で、飯食って6時間遊べるんだよ。1個揃えるのがですか。そう。道具を揃えるのに。道具なんか今でもセットで3万ぐらい。ピンキリっすよね。俺ゴルフが一番金かからんと思う。何でも新品とか揃えたらそう高くなってくるけど、もう2本買ってドライバーと7番ですか。2000円くらい。1本1000円くらい。250円くらい。ほんであれよ、カバンなら意外も50円。いや、違う、あの安全のハンマーさそり。いや、で夫婦でずっと遊べるし、60になってもやれるし、欲しくったらいいよ。ほんで5000円とかで昼間から遊んで、飯付きで6時間、7時間遊べるのよ。ないっすよ。やっぱ好きになってくるから、やってるとやっぱ楽しそう、一緒だもん。で、今その、ラウンたちもおるけど、金持ちもいっぱいおるけど、その、何スクールだからさ、まあまあそこそこお金もね、スクールって言ったら、今、サンディマンの奥さんとか、みんな来て、やっぱ生き生き一緒に60、70で来て、50人とか100人とかでやるからさ、コンビだからさ。おリュウシ似合うわ、なんかテラより似合うお前の方が誕生日っぽいな。お前の方が誕生日っぽいな。高いですかね。高い。 DJ みんな写真撮ろうよ、写真撮りたいわ。さあ、やっと、もうそろそろ年も食べて早くやっとテラ勝ちくんな。3人ですよ。ずーっとこれは変わらない。最初なんか10人でしたからね。まあ10人無理だって、あ、分かったぞ、いいぞ。でもう途中ぐらいから社長、ちょっとダサいこと言っていいですかお酒飲んだ時、あ、なんだ3人でもいいですかあ、いや3人でもいいぞ本ですか。でもそれ言い訳とかじゃなくてさ、はい、人が下についたりとかするさ、ちょっと責任感じゃないけどさ、楽しくなってこん、自分でこうなんか今楽しいで戻るんだ。すごい、うん、絶対楽しいっす。お水ください。持ってこない、持ってこないの、本当は。そこじゃないのし、ライブに頼めるようになるし。でもじゃあ、もう来年は毎夜戻ってこないで、メリカルの消臭だ。毎年ショーがさ、動画になっとるじゃない。ミュージックだけは反対すると思います。リージが頑張ってるから。そうですね、いい意味でプライドも持っとるし、何しに戻ってくるのって感じです、逆に言ったら。じゃあどこの立場で戻ってくるの。いや、別にそれ俺が入ってるでしょ。でパッと見たら、いいよね、はい、でもさ、寺道はさ、絶対グワッて行くじゃん、はい、思ったこと、じゃあ思ったことを、じゃあ寺道は何そばにしたの。じゃあみんなに、若い人、若いね、うん、まあ、そうするとやっぱりみんな、多分今はさ、わっていう人がいないでさ、自分のやりたいようにできるかもしれないけど、で寺道が来たら、みんないいですよって言うけど、面白そうだわって、心ちょこっとでも多分持ってると思うよ。誰が多分みんなが、リュウジでしょ。え、リュウジは、リュウジは何とも持ってないよ。リュウジが一番持ってるっていうのは、ショーの意見は俺、出る当たってるんだと思う。いや、そうか、俺、いや、それはリュウジが嫌いなのじゃなくて、うん、じゃあ、リュウジのやり方が違うの。うん、寺と。分かる。だって、ショーはもうリュウ、寺が多分持ってきてるでしょ。いや、もう、ジョブモードが好きやから、きつい方が楽しいの。きつい方が楽しいの。俺もなんかすげえわかる。でもペラルチが戻ってきたとしたら、戻ってきたっていうか一緒に仕事するようになったら、うん、多分絶対
翔は自分の意見はまだ言えないと思うよ、寺道さん。そんでいいと思うとるよ、あいつは。絶対多分だけど、あいつは自分が意見を言うよりも人の命令聞く方が得意なんだよ。まあ、そうかな、うん、だから誰かにガーンってやられたい、上が追ってほしいタイプ、うん、でもリュウジは やっとちょっとね、つくしが角が出てきてるから、自分の作りたいものがやっぱりリュウジはちょっと出てきてる。モザイク、モザイク消しモード、モザイク消しモード、飲めない、飲めない、あ、飲めない、やめとく、やめとく、飲めない、ケンさんもう飲めない、いや、人関係ないでしょ、自分の話じゃん。いや、そっちはモザイク、左から一緒にかけといてください。昨日も行った、見せあるじゃん。Oh!